どうもこのまるですきいたろですじゃあ今日は mei のファンネームが決定したのでそちらの話をしていきますついに決まったねねゆ you、Me. みたいなね, <laughs> ねインコースなのみたいな <laughs> <laughs> ようわかったねわ <laughs> かったわかったわかった <laughs> 今ので伝わるマジすごいな <laughs> 確かに何の打ち合わせもしなかったよ <laughs> してない <laughs> なんか多分事前にアンケートを元に募集した中で、まあ三つ最終候補が選ばれて、まあその中で話し合って一つに決めるっていう形だったけど、まあユーミー、ユー,ーちゃん、ユーミーちゃんちゃん付けか。そうか、<ー>そうだよね。わからん。どういう感じ？ほら、例えば、まあジャムミニ二個。まあユーミーまあユーミーちゃん、ユーミーで可愛いか、ユーミーのままで可愛いか。 ユミって感じするね。うん、まあまあまあ、ファン同士でさ、うん、ユミちゃん同士頑張りました、みたいなさ、ユミちゃん同士連番しました、みたいなのあるかもしれんけどさ、なんか。うん、ユミ、ユミちゃんとかなるんかなユミちゃん。ああ、ユミちゃんかね。うん。でもなんかほんとファンネームも決まって、なんかいよいよって感じするね。うん、なんか着々とその、デビューに向けてって感じするよね。 そ,うそ,うそうだからだから本当にこの衣装これ見たことあんねんかこの衣装の時に多分ファンネームも決まって多分リーダーも決まっとってメンバーも多分決まったんかなと思ってさあーそうだね質問動画もこの衣装で撮っとったもんね <laughs> そう多分一気に決めてんじゃないかなと思ったよね確かにそのいろいろ決定する日が一日設けられとって区切ってどんどんやっとるんかもしれんねうんうんうん しかもさ、ごめん。なんか私、その、ファンネームもそうなんだけど、なんか結構、座り順あるじゃん。うん。なんかさ、特にさ、最初の方ってさ、順番結構決まってたりするじゃん。立ち位置とかも。ああ、そうだね。そう。なんかゼベワンだったら、ほんと、ジャンハオ真ん中で、両サイドが俳優陣、ソン・ハンビみたいな。うん。なんかあのフォーメーション決まっとるし、エンティームもすごい決まっとったんで、ね、最初。 うん、そしたら、そしたらみーあちゃんは、この立ち位置、結構固定かもなと思ったりしたわ。あー、でもなんかしっくりくる、なんかその並びではあるよね。うん。てか、なんかさ、ちょっと、その、両サイド、そのさ、対になってる感じしない座り方的に。 わかるわかる今ちょっとなんか人をちゃんと照らし合わせながら見たらなんかそんな感じするわそうそう例えばさ両サイドいっちゃん恥だったらさ稽古理論だけどさ例えばラッパーのさゆめき怖い組じゃん、うん、確かに夢 <laughs> 木 <laughs> 先生怖いーなやつだたもんね <laughs> そうそうそうまあ美人組でもあると思うけど、うん、そうだねあイなさんとつづみさんのボーカル組とかも対になってるねうん そう、なんかしらこうなんか、ちょっと近いものをさ、感じる辻になってって、うん、なんか、ま、乱ューもそうだしさ。確かに。そう、なんか、おもろいなと思ってさ。あーいいね。ちょっと、新芽感っていうか、ケミカンっぽいのちょっと感じるよね。そう,そうそうそう。そうなんかす、この座る、座る位置になんか意味ありそうみたいな。 まあ現時点ではまだリーダーとか決まってないけどももなさんがやっぱ1位でねデビュー決まったから桃田さん真ん中でなんかリーダーもなんかなーってちょっと思ったりするよね。うん。てかやっぱさこの MC の感じ見てたらやっぱりさその声の出し方が全然その <laughs> つぼみ <laughs>、うん、その一般の人がやると最初って結構声小さかったりするじゃん。いやわかる。そうそうそうでまあそれがアイドルのさ初々しさの良さでもあったりするんだけどなんか。 私最近さ芸人さんすごいさハマっとって芸人のコンテンツいろいろ見てんだけど、うん、めっちゃ声でかいねみんな。<laughs> びっくりしとる声でも絶対さその自分がやってる面白いこととか伝わらないと意味ないから多分そのハキハキとか大きさとか滑舌みたいなのってめちゃくちゃ大事だもんね届けるってなると。特にテレビやってる人だったら特にそう大きいと思うんだけど、うん、そうなんかそのプロ見ってそういうことなんかなと思ったりしとって。 でその中で桃名さんのこれ見たらめっちゃ声ちゃんとはっきりしとって <laughs> プロミーって思ったわ、うん、かるなんかこの今回のファンネーム決定のコンテンツってなんか部屋でやっとってさ多分、うん、マイクの拾う感じが多分ちょっと聞き取りづらかったんよねなんか聞いとる感じ、うん、なんかそうだけど桃名さんの声はすごい通るなと思ってやっぱり <laughs> そう出し方違った感じよね <laughs>、うん、そうなん なんかそういうさしっかりした面をやっぱ見るとなんかリーダーちょっとありえるかなって気もするし、うん、みたいなそうだねいやわかるむしろお願いしたいってなんか思うぐらいうん、うんうん、いいわまあでもココロさんがなってもってかなるかなってなんとなくちょっと誰がなりそうかなっていう時にココロさんが出てきたりするんだけど私だったらあココロちゃんもあるねありえるよね、まあ、どっちかか、うん またパフォーマンスダンス面とかだったらやっぱりランちゃんとかが引っ張るイメージもあるからランちゃんがなってもいい気がするけどなんか年齢的にはやっぱ心ちゃんかなとかさ確かにそうだねそう言われてみたらやっぱり候補は何人かいるねうんあとさ「y o u m って決まりましたのあとのさその一人一人感想をってやつでそのみゆさんがさ「ユ o u で「Me で」であとほら「m アイの愛つなげて「夢と」と「愛」ですごい。 意味があっていい。最高みたいな最高って言ってる感じが <laughs>、急にこのミュウさんのこの力抜けた感じがすごい。私も最高ってなったんでわかる。美羽さんにしてはさすごい。饒舌ってかすごい。なんか結構話してくれたじゃん。なんかす本当にいいと思ったんだろうな。みたいな。うん,うんうん。うん でめちゃくちゃ説明してくれて「はい」以上みたいなすぐ横に切り替えるみたいなもう言いたいこと言い切ったから「はい次どうぞ」みたいなその「ニュースマイペース」みたいな <laughs> 最高はい <laughs> みたいなねはいどうぞみたいな、はい、あとさあやねさんとかさあのなんかファンの皆さん今までやったファンの皆さんってちょっとよそよそしい感じだったけどもう「ゆ o ってこれから呼べるので楽しみです みいあいのたけみあやねですって言ってたからさすごいよかったよそこまで言ってない <laughs> 言ってない自己紹介してないか <laughs> なんかあやねさんどこだったかななんかちょっとすぐ思い返せないんだけどなんか名前のことをお名前って言っとったんね なんか、あねさん、なんか、さらっと、それがすごい美しくて好きだったん。<laughs> あやねさん美しいシリーズやろ、それ。わかるわかる。美しいそう <laughs> なんとかのお名前が、あ、なんか皆さんのお名前がとか言って、なんかもう、すごい丁寧な <laughs>。刺さるよね。いいよね。刺さる、刺さる、美しくて刺さる。<laughs> だってさ、私、やっぱりさ、あやねさんがさ、すごいわ。 っってなったのは歌声もそうだったんだけどドウをこうやってさお茶をさささささってあの「たたたたたた」って立って始めたところからすごい好きだからみんながさ忘れてた心をさあや音さんをさ通してさちょっと思い出すみたいななんかそういうとこはねか、うん、確かになんかね心きれいなんか我々もきれいになるみたいな,なんかそうなんか浄化される感じあるよね なんかちょっと上品なクラスに行けたかなみたいななんかそういう世界行けたかなみたいな気持ちにさせてくれるよね。<laughs> うん、ね。あとさそのコメントとか見てたらさ「ユーミーって送ったものです」みたいなさその案を送った一人、うん、私その中の一人ですみたいな方いてやっぱさ自分がこう送ったやつでさ選ばれるとかあったらちょっと感動するよなと思ってさ。確かに。えすっごい嬉しいね。 そうもうそれさもう,もうますますだよね。ま、うん、<laughs> ますます <laughs>、うん、そうだねでもなんか俺さ今まで結構 J1 とか INI とか動画このファンネームの決定する動画とか見てきたけど自分がピンときたやついつも選ばれんが。あなんだったんピンときたん アイスいいいよね <laughs> 私もいいと思っとったそうアイスかわいいなと思ったら選ばれんかったいや別にいいんだけど <laughs> いいんだけど <laughs> まあ確かにユーミーの方がなんかつながり感じるからそれ選ばれやすいだろうけど、うん、う響きは確かにアイスかわいいよねアイスーって言われるやろ、うん、そうそうそうアイスーみたいなアイスなそうなんか自分たちアイスって思ったらかわいくないなんか確かにアイスの実って感じだよね 私はあななたた愛すのみみたいなそう江崎グリコ <laughs> あとメンバーも言ってたけどそのコロンあの「ユーミーの間にコロンついてて「ミーアイの間にもコロンついてるけどそのコロンやっぱそのつながりも確かにめちゃくちゃいいねうんあと私あの勝手にすごいつながりだなと思ったんはやっぱりさ「そうユ u ミーが「夢」みたいって言うじゃん。うん、でやっぱりもともとほら日プで日プ女子でやってたトレーナーも夢」「木」だからさすごいなんかつながりあるなと思って。うん <laughs> やめてよ、俺も動画見て思っとった。夢来 <laughs> ってことだよ。<laughs> うん、やっぱ夢来先生に教わったっていうね、あれも怖いとか言いつつ、夢来怖いみたいな言ってたけど、やっぱ教わってたりだし、そしたら夢、夢、夢選ぶかなって思ってさ。確かに。なんか潜在的にそういう意識ありそうだよね、メンバーの中にももしかしたら。あるかね。ゆめきはまあな、<laughs> <laughs> ないやろ。<laughs> ないか。<laughs> まあそうだね。だから、 やっぱゆめき先生もさそのファンネームが弓に決まったってことで弓としたみたいな。<laughs> <laughs> だいぶなんかこうさあれだね。なんか奥の方から来た。ゆめき先生みたいな感じで良かったよ。<laughs> 確かにちょ,ち,ょちょっとブランク感じたよね。なんかちょっとなんか思い出すのに大変だったわ。<laughs> まあ、あとさちょっと思ったんが、なんか割とミチプとかってさ。やっぱ日本人が応援してるじゃん。基本的には？ でもなんかもう最初の段階でさチラチラさ英語のコメントとかあったりするからあ結構早い段階でなんかその世界的なやついけそうかなと思ったりすごい安易なんだけど考えがあ<ー>、うん、確かになんか字幕とかも英語がね追加されてたりしてるっぽいからああ<ー>、うん、なるほどねだからそういうのでなんかあれなんかちょっと広がり見せとるんかねねすごいねもしくはあのさ 海外のイニシエのプリオタクだから本当 <laughs> とえエまで、ね、頑張って応援してたのに韓国でプリオなくなってしもったみたいなさあー確かにね、うん、だかそういうイニシエのオタクがやっぱり頑張って日プ見るみたいなさそういうパターンもありえるからね確かにいやーでも少なからずいるんじゃないやっぱ韓国ではもう形変えちゃったからさガルプラんまあ、うん、そのガルプラボイプラもすごい最高だけどなんか まあボイプラほぼプデュだったけどで <laughs>、ねうん、だったけどまあそうイニシえルさプデュのさ,のさ記憶がせんこう鮮明にあるオタクとかはやっぱちょっと日プにちにチラッと見たりするかなと思ってさ確かにまあシステムは本当とにもプルそのまま使ってるもんね日プはね、うん、うんうん、まあ、しかも今回何が良かったってさ何回も言うけど日プコンテンツずっと面白かったもんね 先生面白くてステージもみんなその未経験だとしても全力を出してる感じが伝わってきてさ満足度高かったじゃん。そ、うん、そうううだだねねメンバーほんと最高だっっったたもん、ねうんなんななかかういいういのが伝わっててりするんかなと思っていいよ、ねうん、で以上でね今回は MIY のファンネームが決定したのでそちらの人してたんだけどまあ多分今絶賛デビューに向けてさめちゃくちゃレッスンとかねしてると思うけどその中でこういう供給がちょこちょこあるのが嬉しいね。 そうだ、ね、まあオタクはもっと今もっと欲しいんだけどでももうさ、うん、あれだもんね本当にさヒロムが泣くぐらいのさガチのさすごい練習しとんねんか多分いやそうだよ確かになんか西区に救われた一日みたいなね,ね <laughs> そうそうそう, <laughs> そう本当に過酷でしんどかったってよくまあ言ってたじゃん、うん、INI のメンバーもそうらレビュー決まってからあの時こうだったみたいなあったもんね うん、で特にやっぱダンスに関して言えば多分より厳しくなっとるじゃん。その日分の時も多分結構ちゃんと厳しかったけどその精度をさらに高めるためのさ練習だから結構追い込まれる感じになるから、うん、ね結構そのダンス面っていう子がそこまで多くない中だからみんな結構 <laughs> マジでさ塊になって頑張ってさ、うん、励ましやっとるんかねと思ったらもうなんか頑張ってってなるね。いやーそうだね。まあだからさ未来の次の情報が楽しみだよね。そうだね。